お時間になりましたので、講演さんの方に進めていきたいと思います。講演さんです。日本一の屋根、外壁工事、リフォームなどの事業を展開する南富士株式会社の創業者であり、ニートや就職氷河期世代の雇用を創出されておられます。代表取締役会長、杉山貞久様、お願いいたします。皆さんこんにちは、南富士の杉山と申します。山梨はちょうど私どもの静岡のこう反対側にありまして、久しぶりに山梨に来て大変寒いなと思って考えています。今から私の話をするんですけど、最初に今年の2月にやりました、がっちりマンデーっていうのは6分か7分あります。ちょっと見てください。私はアジアで45年間、人づくりをやってきているので無料でやってます。中国、ベトナム、カンボジア、いろんなところで教育をしてるんですね。半分趣味みたいなもんですね。で、アジアだけやっとったもんで、友達から日本も問題がいっぱいあるから、杉山なんとか日本でもちょっと力貸さないかってことで、何やるか私には分かりません。それで私は引きこもりがいっぱいいるということを、いろんなところで聞きまして、じゃあ引き込みを要請してみようと思いました。ただ社員は全部反対、無理だということなんですね。でなぜ屋根工事になったかというのと、デジタル化でどんどん今いろんな仕事がコンピューターとかデジタルに変わっていきますね。ニートとか引きこもりとか今日の就職氷河期の人たちが技術を何か覚えたとします。でもそれはあっという間にデジタル化されていっちゃうんですね。それではなかなか何のためにやってるか分かんなくなります。で私もいろんなことを考えた末に、屋根工事っていうのは多分、絶対 IT 化できないだろうと、非 IT だというふうに考えます。特に昨年の千葉なんかに大きな台風が来ました。パソコンとかドローンとか IT を持ってっても何の役にも立ちません。最後は人間の力なんですね。こういうことを自分で体験から分かってましたもんですから、引きこもりの人とかニートとか、20代30代の人たちを中心に、教育をしてみようと思いまして、今社員始まって1期っていうのがこれ第1回目なんですね。で今13期を今横浜でやってまして、大変いいですね。北は北海道から南は九州まで、ね、全国から二度とか引きこもりが来ます。いろんなサポステさんからの紹介もあるし、ネットを見ての紹介も大変多くて、3人から5人ぐらいずつを育ってるんですね。期間は3ヶ月です。人間3ヶ月あれば変わることができるんで、彼らも今まで部屋とか布団の中にいたのが多いもんですから、すごい素直なんですね。あっという間に3ヶ月間で変わってきます。教育って花が咲くなとこうに私は思います。やっぱりこれもし私がアジアでこんな教育をしてなかったら無理だと思います。アジアで多様な文化、多様な宗教、多様な価値観のある人たちをまとめて46年間やってきてますもんですから、日本人だったら大丈夫だというふうに思って私は始めたんですね。第一期生がいますけど、今はもう名前も出すし写真も出れるし堂々としてるんで、始めて4年近く経ちますけどもね、いいですね。教育ってのはやっぱりチャンスを与えることかなと私はこう思うんですね。いろんなことを言ってもダメなんですね。これは主催者の方の立場であって当事者にとってはあまりピンとこないんです。でもチャンスにやってみるといろんなことが分かるような気がします。3ヶ月間で本人の負担は全くありません。全員が寮に入りまして月8万円の生活費を支給するんですね。国からの援助1円もありません。全部自分たちの利益で彼らを育っていくんですね。当面の目標は30人を養成しようと思いまして、やっと20名を超えたところですね。あと10名ここ1年ぐらいでできると思います。そしたらまた次のことを考えていきますけども、やっぱりいろんな援助をもらうとどうしても他力本願になっちゃうんですけど、自分たちの収益から教育をしますと大変にその力が入るし、みんなが真剣です。やっぱしね、さっきテレビでも言ったように全員が反対したら
大体うまくいきますね。前例がないもんですから。私は八角形という住宅を特許取って、日本に1万6000棟売ったり、大卒の女子の第3チームを作ったり、グローバルマネジメントカレッジという22歳で経営者を作る、どれも社員からいつも反対なんですね。人の行く裏に道あり、花の道とこうに思うんですね。今回の、ルーフマイスターという、まあ、屋根職人の要請も、募集から教育から社員を働くところまで一気通貫で全部ずっとやっていくんですね。私どもの会社だけで、まあうまくいくかどうかは最初分かりませんでした。やっぱり人を信じてみて私はやっていくもんですから、日本の若者もチャンスがあって一度転がったり挫折したり病気をしたりうまくいかない人たちも変わっていけるんですね。本当に地層を変えるのに3ヶ月あれば変わっていけるなと、こんなふうに思います。まあ、人は環境と、ね、チャンスで変わっていけると思います。自分の家にいてお母さんのご飯を持ってきて引きこもりはいつまでたっても変わらないですね。やっぱりそこを出て我々の寮に入って一緒になってやることによって環境が変わります。それからこういうチャンスがあります、ね、今彼らのために別会社を作って、ね、新しい会社を作ってやってるんですけどね、なかなかいいですね。中途半端な学生さんよりよっぽどこのニートとか引きこもりの人たちがいいかなと思いまして、もう14期も希望者がだいぶいるんですね。まあ人づくりということを私はアジアで46年間やってきてるもんですから、まあ、これからもそういうふうな教育をやっていきたいと思います。私どもの南市っていう会社は富士山の南側にあるもんですから、まあ、南市っていう会社なんですけども、住宅の屋根と外壁工事を国内に首都圏に20拠点ありまして、500人の職人と大体月1000棟の屋根工事をあります。日本で一番大きなガリバーな企業なんですね。屋根の上は誰も登れません。まあ、こういうところへこの引きこもったりニートだった人たちを教育してるんですね。まあ50以上の45、40歳から50歳の人の話はまた最後にちょっと話をしますもんですから、まあ、今は20代、30代、40くらいまでの人たちを中心に教育をしていきます。まあ募集担当する人間、教育担当者、まあ、いろんな人を置いてやってる。時間とお金はかかりますわね。でもすごい成果が出てきてやってよかったなと、こんなふうに思ってます。2つ目が、私は中国アジアで人材の育成をやってまして、学校をいっぱい持ってます。今ここに写真が出ている真ん中の写真は、ね、マイスターと言いましてベトナムにあるんですけどね、大卒の高度人材と言いまして、日本で人が足りないという時にこの人たちを日本にいっぱい来てもらいました。もう一つは GMC ってさっき言った22歳で経営者を作る学校、中国、ベトナム、カンボジアで持ってまして、まあアジアで人を育て、なんで私は日本人で日本でやらないかっていうと、日本の若者はみんな恵まれてまして、チャンスに挑戦をしません。安全とか無難な道しか歩かないもんですから、まあどうせお金をかけるならアジアでやってみたいと思って、まあ、ちょうど今年で46年目に入っていきます。3つ目が、中国アジアでビジネスをいっぱい私はやってます。屋根工事も中国でもいっぱいやってるんですけどね、この一番左側の下の右側の下にあるケンタッキーフライドチキンのまだ工事なんかもやるんですけども、まあ桁が違うんですね。中国全土に6000店舗あります。まあ、そういうのを工事を受け負ってやってまして、中国大変忙しいですね。あとは中国へ行ってうまくいかなかった会社さんの経営の教育とか、光触媒とか新しい技術開発を向こうでやってまして、大変アジアで、中国アジアでいろんなことをしています。まあ、こんなふうなことで、南市の特徴としてどんなことをやってるかといいますと、まず国内に20拠点ありますけど、ミニ経営者を作るんですね。私はトップですけども、営業所の所長を経営者にしていくんですね。そういう教育をしてまして、このコロナでも安定したビジネスができる。よかったなと、こういうふうに思います。だから社員からいろんな提案があります。それはルーフマイスターもそうですけども、提案に対しては全部イエスで受けます。イエス、バッドホーと言いまして、ノーはないんですね。提案が出たら OK。ただ条件をつけます。バッドをつけます。あとは、勉強してくれということで、本題は全部会社が負担をします。
ね、まあ、今本を読まなくなったんですけど、でもまあ本を読む人っていうのは成長していくもんですから、問題は全部会社が負担をしますから勉強しなさいと。読み終わった本は邪魔ですから、この本を私がもらってアジア、アフリカのいろんな大学に本を、本の二毛作って言って本を送っていくんですね。まあ、こんなふうなことをやって人作りやってます。4番目がね、私奨学金をいっぱい出してまして、まあ、講演とか私も本いっぱい書いてるもんですから、印税が入ってきますから、その金を全部奨学金に世界中出すんですね。そうしますと、まあお金がなくて頭の人たちが成長のチャンスがあります。第1回目はインドネシアを出しました、40年前に。そうしましたら、インドネシアの林業大臣になりまして、私も大臣の就任式に呼ばれて行ったんですけど、ああ種をまくと花が咲くなって、こんなことを身をもって分かったですね。まあ我々はやっぱり種をまかなきゃダメで、刈り取るだけしとったら枯れていっちゃうかなと思います。今ルーフマイサーって言いますか、引きこもりとかニードとか、こういう人たちいっぱい教育をしてるんです。見返りは持てません。まあ仕事をしてもらうんですけどね、まあ、ちゃんと働いたら20万30万もっとお金が今もう取れてますもんですから、人を育って、そしていろんなビジネスをしていきたいなと、こんなふうに思ってます。人材についてちょっとだけ話をします。まあ、今コロナで大変な時代ですよね。コロナに勝つため、アジアで戦うためには、ね、人材の育成がポイントだと思います。日本は少子高齢化で若い人がどんどん高齢者が多いんですけども、そういう中にはアジアにいっぱいいるし、だから寝てる人もいっぱいいるんですね。引きこもりとかニートとか、こういう人たちを戦力化したら、すごく日本はもっと活力が出てくると私は思います、ね。人材の育成が全てのポイントかなと、こんなふうに思います。海外にもいろんな人がいます。あるいは未就業者、ね、今の引きこもりとかニートもそうですけど、いっぱいいるんですね。こういう人たちをちょっと教育しなきゃなりません。お金もかかるし、ちょっと金もかかるけども、時間と金はかかるんですけど、そしたらいろんな人が働ける社会ができるかなと思います。要は経営者のトップ主体なんですね。人を育てるには時間とお金がかかります。人材さえいれば何でもできると私は思うんですね。普通人を採用するとみんな経費だって言うんですね。まあ確かに経費ですけど、私は投資、インベストメントだとこういうふうにこう考えてまして、アジアで今500人ぐらいの経営者を育って、日本のいろんな企業、あるいはいろんなアジアのいろんなところで働いてる人がいっぱいいるんですね。ものはね、買った時が一番いいんですけど、人は育ってからこうどんどん成長していきますから、人ってのは面白いなと、こんなふうに思います。では最後に人作りのポイントだけちょっと話をしてまとめます。まあ、経費でなくて投資だと考えまして、今、学校が中国に1校、ベトナムに4校を持ってます。大学の中に私もの学校があるので、マイスタースクール、GMC というスクールを持ってます。今、IT の時代が来まして、大変 IT で、まあ、日本の総理大臣も、ね、デジタル庁を作るというようなこと、ところが残念ながら、IT をやる人材はいません。で私はじゃあちょっと人材を育ってみようと思いまして、あまり馴染みはないんですが、カンボジア王国ってのがありまして、そこのプノンペン大学ってありまして、そこ行って話をしまして、今カンボジアのプノンペン大学にその IT の学校を作ってあります。もうそろそろ日本のいろんな企業で働けるので、まあなければ作ればいいとこう考えます。一番困ったことが経営者がいません、カンボジアに。まあ、私は大学行って授業をやりまして、まあ、いくつかの大学で教授いっぱいやってますもんですから、目の一番輝いてるやつを日本に連れてきます。3週間で経営者にするんですね。経営ってすごく簡単です。数字、インとアウト、出る金と入る金をチェックすること。そしてもう一つはイノベーション。壁にぶつかったら、なんか新しいことを考えることが必要ですね。まあ、こういうことで、カンボジアの22歳の大学4年生を経営者にして今やってまして、非常にいいですね。順調です。人がいなければ育てればいいと思います。日本にもいろんな人たちがいるから、それを育てる場を一部提供していきたいとこう考えています。また教育も含めて教える教育というのは、教えるということが多いんですけど、
私は育つということを中心にやっていきたいのね。ね、育つ条件は任せる人を作るということですね。テクニックじゃないんですね。日本は非常に豊かで人が育ちにくいんです。残念ながら非常に豊かですよね。引きこもりなんかも中国にちょっと出てきましたが豊かになりましたから、カンボジアとかベトナムとかそういうところにはいません。ね、そんなことしたら死んじゃいますからね。日本では引きこもってたらお母さんがご飯持ってくから引きこもりが存在するんですけども、アジアの貧しい国では引きこもりが育たないんですね。だから日本は非常に豊かで人が、ね、育ちにくいと思います。どんな人を育てるかということなんですけど、まあ、顔を見てみてください。皆さん目が2つある、ね、よく見ろ。耳は2つあります。よく聞け、口は1つだからあんまり喋んなくたっていいということで、人間力ということをすごく教育をします。このルフマリスさんももちろん同じなんですね。よく見て、よく聞いて、あんまり喋らなくたっていいっていう、こういう教育を日本だけじゃなくてアジアで全てやってるんですね。まあ、私が今考えて、これから成長していくだろうなっていう人は、3つのものを持ってます。1つは柔らかい頭、素直な心、そして挑戦する人が伸びていくかなと、こんなふうに思いまして、こういう人を、まあ私は日本にはなかなか豊かですから、挑戦していないものですから、ね、アジアで46年間、アジアで何でもできます、中国でもどこでもね。中国みんな怖いって言うけど全然怖くありません。会社がいっぱいあります。コロナで日本の人が今行けません。中国人だけで1年間やってますけど非常に順調に伸びてます。金の使い込みとかトラブル全くありませんね。やっぱり日本だっていい人もいるし悪い人もいますから、まあ日本でも人を育っていきたいな、これからもと思って考えてます。まあ、今日のメインテーマのね、就職ができなかった人たち、45歳から55歳ですか、60か分からんけど、こういう人たちに今の私どものルーフマイスターではなかなか高いところ大変ですから、現実は難しいですね。足を滑らして落ちちゃったら死んじゃいますからね。まあ、私は年齢の高い人も来ますけども、まあ、経済っていうのは私経営者ですから、経済っていうのは余ってるものと足んないものがあるので、これをミックスすればいいわけですね。今、日本で一番足りない職業は、まあ、いろんなものがあると思いますけど、一つはドライバーです。運転手さんが大変足りません。だから、まあ、年齢の高い人を誰かに使われるんじゃなくて自分で創業したらいいと思います。ね、今宅急便がすごい忙しいじゃないですか。みんながネットで買いますから配達しきれないっていうような状況ですから、まあこういうような形で、ね、自分で自営でこう配送をやったらいいんじゃないかなと、こういうふうに話もしますし、そう思ってます。もう一つは山梨もそうですけども、古い民家がいっぱい空き家になってますよね。この空き家を活用して引きこもり塾をやったり、あるいは農業やったり民宿やったり、いろんな道がいっぱいあると思うんですね。年齢の高い人、40でも50でも60でもできるじゃないですか。新しい発想で挑戦をしてみたら、いろんな道が、やらなくたっていいんですけど、道はいっぱいあると、こんなふうに思います。もう一つ、本当にまあ、いくつになっても自立をしたいって人がいると思います。まあ、自立をしたい人がいたら、ぜひ一つ私どもの会社に言ってください。アジアの貧しい国へ、どうでしょう。3ヶ月間行ってもらうと自立できます、全部ね。まずコンビニがありません。飲む水もありません。自分で一生懸命見つけなきゃないんですね。人を耐えることができないんですね。若い、私女の子、大学生ばっかの若い子をベトナムに送りました。1年間でベトナム語をパーフェクトに覚えちゃったんで、ベトナム語って世界で2番目に難しい言葉で、一つの言葉で発音が6つありますから、なかなか日本人はできません。まあ、その子そういう田舎の私ども会社で出したもんですから、1年間で全部マスターして、今、ね、ベトナムの25歳ですけど、専務をやってます。だからやっぱりちょっとこう貧しいとこっていうか、環境の厳しいところで人間もどこかでやってみると新しい道ができてくるかもしれません。まあ私も今日のあれですけども、人づくりで種をまいたから、まあ花が咲くと思います。まあいろんなポジション、自分自身にもね、皆さんももう一回今からでもちょっと種をまいてみるとね、芽が出てくるかもしれません。私は奨学金を出してね、もう
50年近く経つけど、あちこちで今芽がいっぱい出てきます。特にリーダーには給料の 5% は社会貢献に使えと購入ですね。20万もらったら1万円はなんか社会のためにやってみろってこういうふうに話をして、まあ、アジアと日本で新しいリーダーを作っていく、こんなことをやってるのが南富士ということでやってるんです。まあ新しいことやるになかなか賛成は得られませんね。まあ、私はこのルーフマイスターといいますか、職人さん要請も全員反対、全く一人も賛成いません。今はもう注目されるんです。すごいな、社会貢献してるとか言われるんですけど、まあ、みんなも自信持てるんですけど、みんなの頑張った利益の一部をそこに持っていく、こういうやり方を取ってやってます。若い人が、まあ、30代まででやってるんですけども、40、50でも生きる道はいっぱいあると思います、ね、創業がこれからはいいと思います。人のところで使ってもらうんじゃない、自分で何か小さくてもやったら面白い道が開けるのかなと、こんなふうに思います。ちょうど30分経ちましたもんで、これで私の話をここにさせてください。どうもありがとうございました。